関西レインボーパレード2009がついに、始まりました。本日の司会を担当させていただきます山下なすびと申します。どうぞよろしくお願いします。林もやしさんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは、林もやしと申します。本日は本当にお集まりいただきありがとうございます。2時から始まるわけですけども、ね、この時間も大事にしていきたいなと思っています。これだけたくさんの方々が集まれて、はい、ここに私と目が合うことがとても嬉しいです。私事の話になるんですが、私は、バイセクシャルです。っていうのは分かる方もおられると思うんですけども、男も好き、でも女の子も好きというセクシャリティを持っています。これも結構周りに喋っていて、カミングアウトし始めたのが去年の12月です。ちょっとずつでいいから社会にもそういうの分かってほしいなと思っていました。けど分かってほしいなって思うことは簡単なので、とりあえずこれを自分のバイセクシャルをネタにして喋るっていうラジオ番組を始めました。でもこれは私からの一方通行の関係でしかないなと思います。なので今日この関西レインボーパレードに集まっていただいた方と会えること、御堂筋を一緒にパレードできること、とてもワクワクしています。皆さんの一歩一歩がパレードの成功につながって世界にも働きかけるものになるんじゃないかなととても思っております。性のあり方っていうね、難しい問題だからこそ楽しんで笑いながらやっていきましょう。はい、私はトップスターというね、今回ちょっと偉そうな名前いただいてますが、全然なんて、このパレードの主役は参加される皆さんだと思ってますので、どうぞ楽しんでいってください。はい、林もやしさんでした。皆さん拍手をお願いします。関西レインボーパレード2009のトップスターにどういうふうに選ばれたんですかね。選ばれたというか、はい、そのラジオ番組を聞いていただいた方が実行委員の方の中におられまして、それで声がかかって、なるほど、はい、実際に会えるんです、会えるんやったら絶対参加しようと決めて、はい、しました。はい、そんなもやしさんなんですが、今回、こんなにたくさんの方々がね、いろんな性の形を持っていらっしゃる方々がいろんな思いを持ってこの大阪御堂筋に集まっていただいていると思うんですけれども、もやしさんは今回どういう思いを持って参加されているんですか。そうですね、うん、人間が人間を好きになることが、はい、素晴らしいことじゃないかと、うん、いうのは去年のトップスターの、北口あさみさんということ方が言ってられたんですが、私これすごく賛成で、性別とか国境とか何も関係なく人が人を好きになること、そういうことだと思います。それにプラスして男らしくとか女らしくとかよりも自分らしくっていうのを私は大事にして今回やりたいなと思っています。